2日目となる今回は、日本の伝統楽器篠笛、鼓と西洋の伝統を受け継ぐバイオリンを融合させた和洋折衷のユニット龍馬四重奏の演奏をお楽しみいただきます。ここでプロフィールをご紹介いたします。2008年バイオリン奏者龍馬の和楽器プレイヤーへの声かけをきっかけに結成。日本の伝統楽器である津軽三味線、篠笛、鼓、そして西洋の伝統を受け継ぐバイオリンを融合させた和洋折衷の4人からなる古くて新しいバンド龍馬四重奏。本日は都合により津軽三味線の正勝さんを除く3名編成での演奏となります。2016年ポニーキャニオンよりメジャーデビュー、アルバムネオジパングサムライズを発表。またスペインで日本スペイン交流400周年3都市ツアーや、テーマソングも担当したタイジャパンエキスポタイランドブルネイでの公演などに出演しています。そしていよいよ今月5日、待望のファーストシングル世界ジャパンをリリース。テレビ朝日系ニュース番組スーパー J チャンネルのテーマ曲となっています。それではご登場いただきましょう。龍馬四重奏の皆さんです。
皆さんこんにちは、龍馬四重奏と申します。よろしくお願いいたします。太宰府天満宮ということで、これだけ大勢の皆様にお集まりいただきまして、そしてほぼ360度囲まれての、ライブになっております。なかなかね、お花とそしてこのお客様に囲まれてのライブ、僕らも経験のないところなんですけれども、とても素敵な場所で、感動しながらそして楽しませていただいております。ありがとうございます。こう話す時が難しいですね。こうずっとこう回りながら話しましょうか。はい、まず2曲聴、いていただきました。先ほどご紹介いただいたようにですね、タイ・マレーシアの、ジャパンエキスポのテーマソングとして書かせていただいたオリエンタルバード、そして暁という曲を聴いていただきました。私たち龍馬四重奏は日本の伝統文化魂を世界に発信していきたいということで、2008年から活動を始めまして、11年目になるバンドになっております。さまざま海外公演を含め国内いろんなところに回ってまいりましたが、福岡は久しぶりに龍馬四重奏として戻ってまいりました。今日僕たちも楽しみにしていたので、ぜひぜひ皆さん一緒に楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。すっかり忘れてた。それではメンバー紹介をしていきたいと思います。やるんか初めてね、龍馬四重奏をご覧になられる方もいらっしゃると思いますので、ここでね、一人ずつメンバーを紹介していきたいと思います。まずは日本の横笛、篠笛。そして龍馬四重奏リーダー鼓。龍馬四重奏、おかしなところでございますけど、ここに津軽三味線の正勝、今日はちょっとこの日にぶつけたのか台湾に行っておりまして、残念ながら来れませんでしたが、日頃は4人で活動して龍馬四重奏という名前でやっておりますので、どうぞ名前だけでも覚えて帰っていただければと思います。さあ、いいですか。では、龍馬四重奏2枚のアルバムをメジャー、デビュー、から発表しています。ポニーキャニオンから、ネオジパング、そしてサムライズ、このアルバムの中にカバー曲を数曲入れております。皆さんが知っているこんな曲をやっておりますので、どうぞ聴いてください。
Thank you.
ありがとうございます、3曲続けてお届けしました。カバー曲で花は咲く、そしてオリジナル曲でハイランドシーク桜と聴いていただきました。息が切れますこの曲僕飛んで弾いてるからはい、僕たちはですねアルバムを、ポニーキャニオンさんからメジャーデビューアルバムセカンドアルバムと2枚出させていただいております。今日もそんなアルバムを持ってきていますし、今日演奏させていただく曲は全てそのアルバムに収録された楽曲になっております。今後の活動などは SNS を通して発信させていただいております。 Twitter、Instagram、Facebook ページ、またはホームページもございますので、龍馬四重奏と検索していただければ嬉しいです。そして今日のこととかね、よかったら龍馬四重奏ハッシュタグ、太宰府天満宮ハッシュタグ入れていただければ、僕らもちょっとチェックしたりしようかなと思うので、皆さんの感想なども寄せてください。終演後は、あちら側の方で CD 物販をしています。 CD ご購入の皆様、またグッズご購入の皆様には、メンバー全員からサインをさせていただければと思いますので、もしよろしければお立ち寄りください。それではこの回最後の曲になりますね。この後は2時から九州国立博物館ミュージアムホールにてライブ、内容も変えて入場無料でお届けしますので、今度はね席がちゃんとあるんですよ、なのでもっと近いですね、近いし、あと集まってないと分かりやすいなんでね、ぜひ今日ね満席になることを、はい、願っておりますね。お時間ある方はぜひぜひお立ち寄りください。それでは、この回最後の曲、一緒に皆さんで盛り上がって楽しんでいきましょう。では、いきます。
皆さんありがとうございました。龍馬四重奏でした。これからも九州空気会どんどん作っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。以上をもちまして本日1回目の龍馬四重奏花菖蒲コンサートを終了とさせていただきます。2回目は会場を九州国立博物館1階ミュージアムホールに移し午後2時から開演いたします。九州国立博物館へは曲水の庭の正面九州国立博物館入り口アクセストンネルエスカレーターをご利用ください。